さあ、今はスルーしてしまいましたが、この階段、意外と軽やかにジャンプしてますよね。まあ、こういうですね、身のこなしが軽やかなので、そういう生息地、南アフリカでもですね、岩場とか草木が生い茂る茂み、まあ、そういうところもですね、適応していっていると言われています。さあじゃあ、ペンギンたちに帰っていってもらいましょう。今日ですね、お留守番のペンギンたちが1羽いるんですけれども、このピクニックが、出たそうにしていましたが、みんな帰宅してきたペンギンたちに押されてまた小屋へ戻ってくれました。ということで、1回目の、ペンギンの調子ウォークはこれで終了です。その後2回目、3回目と言います。入れ替わりのご協力をお願いいたします。じゃあ一緒ですね、小屋の前の歩道を開けさせていただきますので、どうぞご通行ください。